かいないのか。稲妻クスとスマイルマンが向かったとの連絡がありました。ジャスティスクラッシュ。やつま飛び打ちナンバーワンでやれ。ご覧ください、ものすごい爆発です。怪人による被害はこれまでにない規模の拡大を続けており、現在教会側で災害レベルを判別。行くか。何者だお前は。趣味でヒーローをやっているものだ。なんだその。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれたワクチンマンだ。地球は一個の生命、貴様ら人間は地球の命を蝕み続ける病原菌に他ならない。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の石によって生み出されたのだ。それを趣味、そんな理由で地球の人、やはり人間。普通のパンチ。また、ワンパンで終わった。俺は世界で一番強い男を目指して、最強の男。そう、キョ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 、ついに究極のステロイド上腕二頭キングが。弟よ、これを飲めば求めていた力が手に入る。これ飲むの。ああ、飲みやすいようにイチゴ味にしておいたぞ。兄さん、すごい。ああ、想像以上だ、兄さん。俺の頭脳とお前の筋肉、最高の知力、その力を合わせれば地上の全てを征服し。緊急避難警報です。 B 市に巨大生物の巨大生物は B 市に、近隣住民は至急。これこそ俺の求めていた。そうだ、蹴散らせ。俺は最強の男。最強の男になった感想は。て、誰か乗ってる。パンツ履けよ。肩に乗ってるやつを殺せ。ぬさー、どうしてこうなった。やっと最強の男になった。誰だか知らんが、お前のせいで。普通のパンチ。圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。何なんだお前ら。何だと。貴様らは我々を地底人と。我々は数が増えすぎた。
よって地上をいただくことにしたんだ。このままでは我々の邪魔になる。そこで君たちには絶…一体何者だったんだ、あの地上人は。俺は負けない。地上は俺が守る。連続普通のパンチ。子たちが随分と世話になっているじゃない。その地底王が相手をしてやる。地上は我がいただいた。我は地底王、地上人でも。地上人どもを覚悟しろ。邪魔。普通のパンチ。さあやろうか。襲われた家畜はミイラか。それも一撃で。死者を送って彼を招待し、我々の進化の家にね。
サイボーグとして生まれ変わり、いつかあの暴走サイボーグを破壊することをクセイの博士と。あれから4年の月日が経ち、19歳になった俺は悪を排除しながら町から町へ。これまで倒した怪物や悪の組織は数知れず、苛立ちと焦りの日々を過ごしていました。いつからか俺は暴走サイボーグ、そして1週間前、もはやあの暴走敵のデータ分析サイクセコーナー、その選手、俺もこれほど強くなれた。埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。これは俺一人の戦いじゃない。俺の故郷やクセイの博士の思いも背負う。自分が未熟なのは分かっている。しかし今はなんと。バカ野郎、20時以内で簡潔にまとめやがれ。高速接近反応来る。ジャスティスクラッシュ、焼却。とどめ、行きます。なんか先陣切ったカマキュリがやられたみたい。あいつ結構強い方じゃなかった。外にも2体。ジャスティスクラッシュ、とどめ、行きます。焼却。ジャスティスクラッシュ、焼却。先生、ここ…あ、なんでもないです。獣王はいかなる相手でも決して手は抜かぬのだ。ならば今こそこの獣王の力を存分。ジャスティスクラッシュ、焼却。獅子山流星群。とどめ、行きます。ジャスティスクラッシュ、焼却。高エネルギー反応あり。サイボーグ、まさか。ターゲットはお前。邪魔だ。我は進化の家のアーマードゴリ。進化の家だと、それが先生に何のようだ。お前には関係ない。そして歯向かったものは我らの決まり。お前はジャスティスクラッシュ、焼却。邪魔だ。ジャスティスクラッシュ、焼却。我の実力はその程度では。それこいつじゃね。すいません、全部話しますんで勘弁してください。なんだお前、さっきまで片言だったじゃねえか。すいません、雰囲気出してカッコつけてました。一昔前、一人の若き天才科学者がいた。彼は圧倒的な知力を生かし、しかしやがて彼は世界、人々は彼の天才的頭脳に彼が常日頃吐き出す思想について認めるものは誰。人類の文明ではなく
人類という種の人工的な進化。それが彼の実現させたい協力しようとする者は出てこ、その後彼は研究に没頭し70歳を超えた頃経過、まず彼は若さを手に入れた。彼は自分たちの研究所を進化の家と名付け、クローンたちと共に数えきれないほどの動物実験を繰り返しては新種を作り出し、やがて実験。話が長い。俺に関係ないだろう。雰囲気ばっか出しやがってよ。いいから要点を言え。要点。先生は忙しいんだ。20文字以内で簡潔にまとめろ。つまりですね、我々のボスがあなたの体に興味を持ったようです。俺、男に興味ねえぞ。いや、違います先生。先生の人類を超越した肉体を利用しようと企んでいるようです。放っておけばおそらくまた資格を送ってきますよ。野放しにするわけにもいきません。今度はこっちから攻め込みましょう。よし、行くか。はい。え、今？ああ、明日は特売日だから行くの無理だしな。Walk with your clock on a poker and bar. Don't worry, I'm with his every place talking.